2人目の UFO マン P ですよ。そう、アルティメットガール、なんと巨大ヒーロー自らが名乗りを上げました。その名はアルティメットガール。なんだよ、 UFO マン P の方がいいのに。当番組では今後女性型ヒーローをすべてアルティメットガールと呼称いたします。いや、そんな、アルティメットガールか。何やってんだよ、あんまり時間ないのに。シャバーン、シャバーン、ゴリラー、弱いな、つぼみくん。リトン、エネルギー切れだ。もうすぐつぼみくんも先週のシルクくんみたいに全裸になってしまうぞ。別に気にしないっすよ。え、けど戦う見られてしまうんだ。ちょっと、そんなの恥ずかしがってたらヒーローはやってられないっす。でつぼみったら恥ずかしくないの？あ、コスプレのつもりなのかも。あいつコミッケとかに出入りしてるみたいだし、ゆえに離れしてて当然だからって。そんなこと言わずに少しは恥ずかしなってくれ、頼む。大丈夫っす、ヒーローはそんなこと気にしないっす。こうなったら必殺技っす。あ、そんなのあったっけ。行くっすよ、アルティメットヒール。どうして出ないんすか、ビーム。先週シルクが出したやつ全然エネルギー不足だ。消えた。アルティメットガールが突然姿を消しました。どこへ行ってしまったのでしょうか。UFO マンピー、カムバック。はあ、もっと戦いたかったっす。君ではいかんのだ。やっぱりシルク踏んでいくしかない。先週怪獣を倒した実績もあるし。でもみんな見てるし、マコトさんも近くに来てるはずだし。シルク。良いですか、ビビ。いや、まずなでしこたるもの、決して人前で肌をさらしてはなりません。はい、母上。命の恩人の頼み聞いてくれんか。でも、ああ、いかん。シルク君がやってくれなかったら東京はおしまいだ。確かに誰かがやらなきゃいけないことだけど。でもシルク君、俺がやろうよ。何も。待って。私が出る、ビビア。
これまでの二人のアルティメットガールとは明らかに違いますね。強いて言うなら、アルティメットガール巨乳そのまんまです。裸になる前に蹴りをつける。早い、早すぎる。なんでたったの3分も持たないんだ。せっかく私がやる気なのに。前回はもっと我慢してたじゃないか。聞いてるのか。申し訳ない、だってよかったんだもん。